輝いている商店街だわ。このキャラクターみんなは知っているよね。そう、今日はのキャラクター金ちゃんだわ。この地域にはレスリングの吉田沙保里選手の練習拠点志学館大学や柔道の大石道場などがあって、なんと金メダルが10個も出ているすごい地域なんだよ。また商店街のお店同士のつながりも深くて、毎月京和の金ちゃん朝市と名付けられた朝市を開いたり、冬場には駅前でイルミネーションが行われたりと、すっごく盛り上がっているんだわ。このイルミネーションも金メダルのデザインになってる。毎年特ににぎわいを見せているのが京町夏祭り。もう38回も続いている夏の一大イベントだわ。大府市内の小学校の金管バンドの演奏やよさこい鳴子踊りなど多彩な芸能で、会場も大盛り上がりなんだわ。ここで問題。このかわいいマスコット金ちゃん、モデルはレスリングの吉田沙保里選手である。丸か×か。正解は丸。レスリングのユニフォームを着て、頭にはオリンピックをイメージした飾りがついているんだわ。